なりしりとり始めるよ。始めるよ。はい。ひだ、ふるかわ、いぶしのし。しまうま。マリーカ。ええマリーカポケモン。なんとなく。はい、こちらは岐阜県にあります道の駅飛騨古川いぶしと言います。はい、なんか不思議なやつ、ねえ、すごいね。はい、こちらは岐阜県で43番目にできた道の駅になります。じゃあサクッと中見に行きましょう。はい、レッツゴー。はい、ゴー。久しぶりなんだけど紅葉がすごいの。ほら、オレンジ色、赤色、すごいね。ね、ここから落ちてくんでしょ。え、こうやってアッパーアッパーも落ちてくよ。さあ何があるでしょうかね。ほらほら見て見て、ほらほら、くす玉。落ちたすぎない。くす玉、ほらほら、くす玉。ベンチに撮るときにさ、くす玉落ちてきたらどうするの。どうしよう。ないですか。あった。どこ。はい、じゃあお店の中かな。じゃあ、ここじゃないの？トントンして。こっか。ギュ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 。はい、し。おお。これあれあってんほら。蜂の巣やん。くり抜いたの。いや、入れたんじゃないかな。くり抜いたのかな。え、ここやっぱほら、木のほら。箱に入れてたら、これカッティングボードなんだって。カッティング、カッティング。ほら、世界に1枚だけ。うん、すごいよ、すごい。なにこれ、こちょこちょ、まな板っていうか、カッティングっていう。ちなみにそれいくらするか知ってる？はい、はい、ハーマッチ1800円。1077円。3000円です。だけじゃがいも、干し椎茸、あ、りんごだ。お味はいかがですか？あ、ほもほも見てた。え、なにこれ。6000円ぐらいだ。すごい。え、これ何掘ったの？え、これ超焼いてない、これ。へー、すごい。豆腐の味噌漬けってあるよ。豆腐をまろやかなチーズ感覚に調整した手作りにしてきました。何がありました？これ、ね、木の中に蜂の巣があった。そうだよね、なんか木の木工関係のものがあったね。クラフトボードとかね。で、あやさん、その持ってるもの何？飛騨牛コロッケ。はい、ここら辺飛騨牛有名なところなのでコロッケ買ってみました。はい、あと何？袋、カブ。はい、しばらくもう高山方面来ないと思うので赤カブ。はい、赤カブの方を買いました。はい、これお土産ですね。最後まで見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくね。よろしくね。バイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が良かったらチャンネル登録、グッドボタン、ぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。他の動画もいっぱいあるので見てね。見てね。